東京・足立区で入学したばかりの新1年生らが警視庁の騎馬隊が見守る中、横断歩道の正しい渡り方などを学びました。右を見て、左を見て、もう一度右を見て、はい、手を挙げて渡りなさい。交通安全運動週間に合わせ開かれたイベントには警視庁の騎馬隊も駆けつけました。入学したばかりの新1年生らは交通ルールを学んだ後、馬たちが見守る中、学校近くの横断歩道で正しい渡り方を実践しました。去年、東京都内では小学生が巻き込まれる事故が761件発生していて、そのうち2人が死亡しています。いずれも横断歩道を歩行中だったということです。5月にかけて子どもが巻き込まれる事故が多いことから、警視庁が注意を呼びかけています。